こんにちは、ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマペクドンス第11話から第20話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。韓国ドラマペクドンス第11話のあらすじは以下の通りです。第11話ではレジュがノロンパを召集しセジャを追放する計画が進行します。一方レジュの命令で息子のサヘが宮殿内にいたジソンを捕らえようとしますが、その場に居合わせたドンスがジソンを逃がします。この出来事を通じてジソンはドンスと幼い頃に会ったことがあることに気づきます。このエピソードではドンスとジソンの関係が深まる一方で宮廷内の権力闘争が激化します。レジュの計画が進む中、ドンスはジソンを守るために奮闘し、彼らの過去のつながりが明らかになります。ドンスの勇気と機転が試される場面が多く、視聴者にとって緊張感のある展開が続きます。このドラマは18世紀の朝鮮王朝時代を舞台に実在した武人ペクドンスの物語を書いています。彼の成長とともに彼を取り巻く人々の運命も大きく変わっていきます。第11話はその中でも特に重要な転機となるエピソードです。韓国ドラマペクドンス第12話のあらすじは以下の通りです。第12話ではノロンパの策略により四女の息子であるサドセジャが罪をかぶせられ、中心のペクサゲンがその身代わりとして処刑されるという悲劇が書かれます。この事件をきっかけにドンスと彼の仲間たちは宮廷内での立場を強化しようと奮闘します。一方ファン・ジンギは家屋から直所を処分するよう命じられますが、鎮守の身が危なくなると聞いてその命令を受け入れます。ドンスとウン・チョリプはついに宮廷入りし、そこでの新たな挑戦に直面します。彼らの友情と忠誠心が試される場面が多く、視聴者にとって感動的なエピソードとなっています。このエピソードではドンスの成長とともに彼を取り巻く人々の運命も大きく変わっていきます。特にドンスとウンの関係が深まり、彼らの過去のつながりが明らかになるシーンが印象的です。ドンスの勇気と機転が試される場面が多く、視聴者にとって緊張感のある展開が続きます。韓国ドラマペクドンス第13話のあらすじは以下の通りです。第13話ではセジャを救出する計画が進行します。ドンスとジソンはスーンに指定された場所へ向かいますが、途中で死角に襲われます。ドンスは死角を倒しますが、計画が裏切り者によって失敗したことを悟り、鎮守にジソンを預けて一人で約束の場所へ急ぎます。一方スーンはウンが裏切り者だったことに驚愕し、ウンは涙を流しながらスーンにとどめを刺します。このエピソードではドンスの勇気と機転が試される場面が多く、視聴者にとって緊張感のある展開が続きます。またドンスとジソンの関係がさらに深まり、彼らの過去のつながりが明らかになるシーンも書かれています。ドンスの成長とともに彼を取り巻く人々の運命も大きく変わっていきます。特にドンスとウンの関係が複雑化し、彼らの友情と忠誠心が試される場面が印象的です。このドラマは18世紀の朝鮮王朝時代を舞台に実在した武人ペクドンスの物語を書いており、彼の成長とともに彼を取り巻く人々の運命も大きく変わっていきます。第13話はその中でも特に重要な転機となるエピソードです。韓国ドラマペクドンス第14話のあらすじは以下の通りです。第14話ではドンスたちが困難な状況に直面します。雨で薪が濡れてしまい、砲火を上げるための火を起こせなくなります。このままでは日没までに宮廷兵火打ち台を稼働させられず、残刑の危機に陥ります。一方ドンスは宮廷内での陰謀に巻き込まれ、サドセジャを救うために奔走します。彼の中心であるペクサゲンが身代わりとして処刑されるという悲劇が起こり、ドンスは深い悲しみに包まれます。この事件をきっかけにドンスはさらに強い決意を持って戦うことを誓います。またドンスとウンの関係も複雑化します。
運はドンスに戻ってくるよう説得されますが、彼の心には葛藤が残ります。二人の友情と忠誠心が試される場面が多く、視聴者にとって感動的なエピソードとなっています。このエピソードではドンスの成長とともに彼を取り巻く人々の運命も大きく変わっていきます。特にドンスと運の関係が深まり、彼らの過去のつながりが明らかになるシーンが印象的です。ドンスの勇気と機転が試される場面が多く、視聴者にとって緊張感のある展開が続きます。韓国ドラマペクドンス第15話のあらすじは以下の通りです。第15話ではジソンを救出するためにドンスが動き出します。ドンスはついに運と対決することになり、激しい戦いが繰り広げられます。グアンテクと福様も応戦しに現れ、戦いはさらに激化します。一方、黒社食カゴに捕まったジソンを救出するためにチョリプが奮闘します。ジンジュは火のついた矢を飛ばし、敵の注意を引きつけるなど、仲間たちの連携が光る場面が多く書かれています。このエピソードではドンスとウンの関係がさらに複雑化し、彼らの過去のつながりが明らかになるシーンもあります。またドンスの成長とともに彼を取り巻く人々の運命も大きく変わっていきます。特にドンスとウンの友情と忠誠心が試される場面が多く、視聴者にとって感動的なエピソードとなっています。ドンスの勇気と機転が試される場面が多く、視聴者にとって緊張感のある展開が続きます。このドラマは18世紀の朝鮮王朝時代を舞台に、実在した武人ペクドンスの物語を書いており、彼の成長とともに彼を取り巻く人々の運命も大きく変わっていきます。第15話はその中でも特に重要な転機となるエピソードです。韓国ドラマペクドンス第16話のあらすじは以下の通りです。第16話ではドンスがグアンテクを超えるために山中で修行を続け、朝鮮の武芸を完成させることを誓います。一方、ジソンはジンジュの協力を得て毛皮の帽子と人参で商売を始めていました。その頃、ノロンパの進言により罷免されたナキセジャに仕えていたサンギルたちはレジュの首を取ろうと屋敷に忍び込みます。しかしレジュはその動きを察知しており、サンギルたちは待ち構えていたウンに殺されてしまいます。ウンはレジュに脅され、ジソンの商売を邪魔しないように言うことを聞かざるを得ませんでした。このエピソードではドンスの成長と彼の仲間たちの運命が交錯し、物語が大きく動き出します。ドンスの修行とジソンの商売、そしてサンギルたちの暗殺計画が絡み合い、緊張感が高まる展開となっています。韓国ドラマペクドンス第17話のあらすじは以下の通りです。第17話では家屋から自分がジンジュの父親だという驚くべき話を聞かされたチョンが、ジンジュを連れて逃げることを決意します。チャンリャンの助けを借りてなんとかジンジュを連れ出しますが、ウンに狙われて窮地に追い込まれます。その一方でドンスは修行を続けながらもジンジュの危機を察知して助けに向かいます。ドンスの登場によりジンジュは救われますが、ウンとの対決は避けられません。ウンはデジュの命令で動いており、ジンジュを狙う理由が明らかになります。このエピソードではジョンとジンジュの親子関係が明らかになり、彼らの逃避行が書かれます。またドンスの成長と彼の仲間たちの運命が交錯し、物語が大きく動き出します。ドンスの修行とジンジュの危機、そしてウンとの対決が絡み合い、緊張感が高まる展開となっています。韓国ドラマペクドンス第18話のあらすじは以下の通りです。第18話ではドンスが軍の兵卒となり、ジョンその命令で人参茶事件を調査することになります。偽の人参を乗せていた軍船が難破したことを知ったデジュは、福様の存亡に関わる問題だとしてさらなる協力を求めますが、ウンは軍船が沈んだことで福様が大きな損害をかぶったことを理由に手を引くと言い放ちます。一方、ドンスは調査を進める中で福様の陰謀を暴く手がかりをつかみます。彼は仲間たちと共に証拠を集め、ジョンソに報告する準備を進めますが、デジュの妨害に遭い危機に陥ります。し
かし、ドンスの機転と仲間たちの助けにより、なんとか危機を脱し、証拠をジョンソに届けることに成功します。このエピソードでは、ドンスの成長と彼の仲間たちの絆が書かれ、物語が大きく動き出します。ドンスの調査とフクサモの陰謀、そしてデジュとの対決が絡み合い、緊張感が高まる展開となっています。韓国ドラマペクドンス第19話のあらすじは以下の通りです。第19話では、ウンがデジュを殺そうとする場面から始まりますが、ドンスがそれを止めに入ります。その直後、ジソンを人質に取ったマドヨンが現れ、ドンスとウンは剣を捨てて囚われの身となります。一方、チョンはジンジュを連れて逃げることを決意し、チャンリャンの助けを借りて脱出を試みます。しかし、ウンに狙われて窮地に陥りますが、ドンスが駆けつけてジンジュを救います。ドンスとウンの対決は避けられず、激しい戦いが繰り広げられます。このエピソードでは、ドンスとウンの関係がさらに複雑化し、彼らの成長と葛藤が書かれます。また、ジンジュの危機とそれを救おうとするドンスの勇気が強調され、物語が大きく動き出します。ドンスの修行とジンジュの危機、そしてウンとの対決が絡み合い、緊張感が高まる展開となっています。韓国ドラマペクドンス第20話のあらすじは以下の通りです。第20話では、ドンスとウンの対立がさらに激化します。ドンスはジョンその命令でフクサモの陰謀を暴くために動き出しますが、ウンはデジュの命令でドンスを排除しようとします。ドンスは仲間たちと共に証拠を集め、ジョンソに報告する準備を進めますが、デジュの妨害に遭い、危機に陥ります。一方、ジンジュはチョンと共に逃避行を続けていますが、ウンに狙われて窮地に陥ります。ドンスはジンジュを救うために駆けつけ、ウンとの激しい戦いが繰り広げられます。この戦いの中で、ドンスは自分の成長と仲間たちの絆を再確認し、さらに強くなる決意を固めます。このエピソードでは、ドンスとウンの関係がさらに複雑化し、彼らの成長と葛藤が書かれます。また、ジンジュの危機とそれを救おうとするドンスの勇気が強調され、物語が大きく動き出します。ドンスの修行とジンジュの危機、そしてウンとの対決が絡み合い、緊張感が高まる展開となっています。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは、国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。